どうも、ハートムクロージです。今日は変なものを食べようのコーナー。今日はちょっと僕わらび餅が大好きだってことでこちらを買ってきました。ラムネ、わらび餅。わらび餅をラムネで食べるっていうちょっと不思議なお菓子です。わらび餅って言ったらやっぱ黒蜜ときな粉ですよね。それとこうもちもちが美味しいっていう和菓子なんですけど、これがラムネになってるとシュワシュワパウダー付き、冷やしても美味しいって書いてますね。なのでこうキンキンに冷やしました。お餅には砂糖、レモン果汁、わらび粉、果汁酸っぱいのかな。パウダーにはブドウ糖、砂糖、酸味料、重曹、香料、シュワッとするようなパウダーが入ってるってことですね。これ結構インターネットで話題になってて、どんな味なのか食べてみてくださいみたいな人もいたり、僕も結構気になってたので食べてみましょう。あ、すごい、パウダーがあってお餅がある。お餅単体からちょっと味を見てみましょう。まあ、お餅自体も超お餅っていうか、いつものわらび餅って感じだけど、くっついちゃってんな。よいしょ、すごいもちもちしてますね。全然取れ、あ、来た来た来た、取れそう取れそう。こんな感じ。僕この手のわらび餅かなり食べてて、青いパックのやつ、普通のやつなんですけど、黒蜜ときな粉入ってて、しかもお餅がいっぱい入っててね、安くて美味しいんですよ。だからそれよく食べてたんですけど、それのね、これラムネバージョン、変なもの作りましたね。美味しいんでしょうかね。レモン果汁のすっきりとした、でもラムネっぽい香りです。ちょっと食べてみます。あ、美味しい。すっごい弾力のあるラムネゼリーというか、ラムネのグミみたいな。まあまあ、もうまあ想像してるより美味しかったです。じゃあこのシュワシュワパウダー使ってみましょうか。うん、感動するほどかって言われるとそうでもない。かけるんだよね多分ね。これうまいの。かけちゃったよ。いや、これはさすがにないんじゃないかな。結構たんまりとこれパウダーつけてこんなになりました。いただきます。あ、酸っぱくてシュワシュワする。酸っぱいのが強いですね。なるほどな。一応全部食べますか。はい、ごちそうさまでした。ご飯様です。あんまり美味しくないですね。僕あんまり美味しいと思わないかな。やっぱ僕は普段のわらび餅をすごい美味しいものとして摂取してるので、美味しい美味しいっていつもわらび餅を食べてる身からすると、変な感じっていう感じはありますね。やっぱりね、勘弁してください。ちょっと僕は苦手でした。なのでわらび餅が大好きな人にはちょっとおすすめできないですけど、わらび餅あんまり好きじゃない、食べたことないみたいな人は一回試してみると、もしかしたらこれをきっかけにね、こうわらび餅が大好きになるかもしれない、そんな感じのものでした。すっごい酸っぱいです。でも酸っぱい、この粉かけない方がいいかも。これね、結構 SNS で、ね、話題になったりもしてるんで、僕なんかわらび餅が人気になってくれるのは嬉しいんですよ。こう世の中の話題になるのも嬉しいんです。なんでかっていうと、わらび餅が話題になってみんなが食べたい食べたいって骨になっちゃったけど、みんながわらび餅食べたい食べたいってなったら、わらび餅がねどんどん売れて、いろんなわらび餅が出て美味しいのも出るかもしれないしね、そういう風なことがあるかもしれないから、わらび餅好きとしてはね、これをきっかけにいろんな人に広がってってくれるのは嬉しいんですけどね。そんな感じで、変なものを食べてみるのコーナーでした。以上、ハサクルでした。